はい、では行きましょう。競馬場はまだ出てないから、よし、ちょっと株で勝負できる人を探しますね。こいつに会うとろくなことない。花井先生、株する、こんなやつやってもおもろない。どう、渡さんと買い物に行くとこなのよ。なんじゃい、花子やんけ。私は朝子、花井朝子よ。ここか、こいつ、この、あー違うわ、先輩としてちょっと説教しとこ。先輩なんや。僕これから朝子さんと買い物に。お前そろそろ結論を出す時期やないの？結論と言いますと、ほら、あかん、一応カブする。そうやろね、なんか多分そのそれっぽいやつ探さなあかんと思われるから、さ移動して探していく。ひょうたん池、懐かしのひょうたん池、誰もおらん。あ、おった、こいつ、これか、こいつの針は気ぃつけなあかんど。ここか、話す。カルメラ競馬でも金儲けた、そうあるね。そうやね、そうやね、結局カルメラ兄弟から金を、違う、そういうことじゃないな。どうすくか、こいつはどつけへんねや。株する。来た、来ました、来ました。え、1回500円やばくない？え、1回500円やばくない？1回逃げろ。待ってよ、ちょっと待って、これ多分やけど、お予想ですけどゲームオーバーなんで、おそらく何人かおるぞ、これやれるやつ。逃げれるってことは弱いやつ探さなあかん。ちえちゃんとはやらんでしょう。何ブツブツ言うてんねん。ちえちゃんとやれるんかな。あ、やれる。いやー、娘から金巻き上げんのか。っていうか絶対1回500円なんかな。ちょ待ってよ、ちょ待って待ってよ、中入れへんな。この2人で、この2人か、この親父とやれるか確認したっけな。西萩駅、あ、ここは無理や。これ負けてから扇風機を売る形かな、ですかね、かな。ここ行けっかな。あかん、これ行けへんわ。こんなので金くれて、どっちとやる、どっちとやる。うわ、悩むな、めちゃくちゃ。ここ怪しいんすけど、ここもやりたいんやけどな。順番があんのかね、もしかして。レイモンドの、レイモンドのガキを探しとんねん。ボスは今用事で、なんか怪しい、隠れとんちゃうの。まあいいか、とりあえず、よしよしよし、まあまあいいや、まあいいや、とりあえず、じゃあまあ、ちえちゃんは嫌やから、ちえちゃん一番弱そうな気はしますけど、ここはやっぱりシュウ先生とバトりますか。うわ、怖え、戻さなあかんのでしょうからね。やったら3000持っとる。さっさとやれ、二度と笑えん顔にしたる。もう寒いわ。まあでもあれかな、シッピンクッピンとかのルールはないとしたら、
まあまあ別にまあ最初はどっちでもいいんで、じゃあまあとりあえず左7。いやもう7はもう勝負で、もう一番しょうもないことだった。よし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 、一回勝ったらちょっと気持ち的にはね。まあどっちでもいいですけど、もう一丁、よしよし、もう一丁で、よし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 、オッケー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 、よし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 、巻き上げてやるぜ。この失品はありですか。よしカブ、いらねえよ、連勝ひどいなこれ。はい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 、いただき、どっちも勝手だね、勝負。めっちゃ強くない？さっき8でね、8いかんかったんで、はい6、うーん、陰血もう1枚勝負。あー2タコで、はい、まあ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 大丈夫です、全然大丈夫です。ここは、はい、8でいきましょう。これ笑いみたいなことはあんのかな、まあ、この場合は豚ですよね多分。よし、はいはい、流れで、あざす、まあ、7で7で流れ、まあ、強いですけどね、どうしてもいい。よし、いただき、ほらもうた、よし、サンキュー。苦しんだ苦しんだる、すべて巻き上げてやるからさ、どっちでもいいよ、左で。勝負で、よし、まあ一応ぶっ飛んでたからね、危ない危ない危ない、今の8でしたからね。よしよしよし、6でもちょっと勝負行きたい時はあるけど、左行きます、もう1枚4、赤して、よーしよーし、ラッキーラッキーラッキー。常に親ずるいな、いやーカード的には嫌っすね、カード的にはすごく嫌。いや勝負で、よしいったでしょ。あーマジで強いな強いな。アラスさん狙い、よし、もろたー。アラスとかそんなローカル役あるんかね、ようわかんないですけど、シッピンクッピンアラスとかあるんかな。9でもう一丁、グイ、よし、もろたー、よっしゃ、全額巻き上げだったぜ。オッケー、よし、ボロ儲けじゃ、おっしゃー。え、どうすんのこれ、次は、誰とやればいいんやろな。いや、ちえちゃんとやるん嫌なんで、すげえ嫌やからね、ここ来んのか、ちえちゃんから巻き上げるか。いやまだおらんね、
ちえちゃん巻き上げて最後ここ来るみたいな感じかね、可能性としては。しゃあないな、ちえちゃん悪いな、死んでもらうか。あ、間違えた、お好み焼き屋さんですね。数少ない小遣いを巻き上げるか、親の厳しさを見せますかね。しゃあ勝負勝負、2000でええで。いいやん、いいの来てるやん。ふう、7、はい、ありがとうございます。オッケーオッケー、もう怖ないぞ。最初の1回が一番怖かったんやから。うん、いやっすね。左0。あー、いやね。あーですよねー、これ負けた。なかなか強い、というかこっちがヘボい。よし、積もう。 OK、 ポロロロ、勝負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 。どっちでもいいですね、いいカードだ、いいカードです。うぅ、6、いいです、いいです。もうこんなんやろー。いやー、だって212見えてるもん。いけんわー。嵐嵐、これ嵐扱いしてもらえんねや。出た嵐、なかなか出ないっす。3倍返しじゃないの。ついてるついてる、負けるかい。よっしゃ、はい、ありがとうございます。さあ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 、苦しいぜちえちゃん。よし、いいやいいやいいの出てる。もうタイガーもう一枚、あー最悪。最悪や、強いな、意外といい勝負になってますね。勝負おいちょうで結構。うーわ、強え、マジか。2枚引きできっちりやろう。あー嫌な感じ、嫌な感じですね。よし、おいちょおいちょ、もうこれ勝たせてよ。8で勝てへんたらやばいって。よし、よし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 、行こう。7はラッキー数字ですからね。おっしよ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 し、7は先ほどからラッキー数字。マジか、え、強くない？ちょっと勝たせろや。あかんって、もう。よし、勝たせろよ。よし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 、3枚引きで勝つのは気持ちいいっすね。嫌な感じで持ってきおるな、嫌 やな。6、ふぅ、ビビりやがって。ちえちゃんは6やともう勝負いかない感じですかね。いや、いかないいかないいかない、勝負勝負、6で3枚引け。よし、もろた。よし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 、さあ、あと、もう一発で追い込める。いいやん、いいやん。
左で。よし、もろたやろう、勝負。つえ。まあでも親でおいちょで流れたら最悪っすもんね。テンション的には、まあ、僕的にはですけど、テンション的にはもう今ちえちゃんはかなり厳しい、追い込んでいると。6、弱い、3枚引きで、よーし、よし、さあ追い込む、さあ追い込む、三三だ、どっちでもいいけど、左で、よし、よっしゃ、おつ、ちえちゃん、おつ、おし、オッケー。いや、帰れ帰れ帰れ、よーし、これでヘルクラブ。いやもう本丸がきいない。嘘つくなよ、分かってるな、ボスは今用事で。いや絶対嘘ついとんな、これ。いや絶対嘘ついとる、これ。あ、出てきた、間違えて押したのに。コブンどつこうとした。最近見かけん思ったらここにおったんか。なやこいつ、金持ちっぽいな。こいつがレイモンドか。金や、金くれ。競馬でわしはもっとブルジョワになるんや。かもするか。いけた、よし。うわ、めっちゃ持っとる、めっちゃ持っとる。おりゃ、はよやらチンピラ、今日は泡吹くまでやるぞ。よし、こいや、チンピラ。やりじゃ、もういっちゃおう。タイガーホットプレート、はい、完全にビビっとる。もうこっちのもんや、こっちはもう金もいっぱいあるからね。あ、チンピラー、どっちでもいいよ。左の方がなんか限界いい感じはしますけどね。いやー苦しい。あー、これは負けた。読んで止めている。まあそうか、まあまあまあそうか、1対1の勝負なら今のは4度目ありっすね。確かに3枚目で9引いてるしね、こっちが3枚目で9引いてるっていうことはってことですよね。ほぼほぼ4でもほぼ勝てる。弱い、こいつマジで。まあ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 、これ親の方が楽しいんですよね。だから読みとかのことを考えると、こうよりも全然親の方が楽しいんで、ね、止めます。こいつめっちゃ下手れやな、弱いのかな、こいつ。こいつ止めますね、癖があるんでしょうね。ここで勝負で勝てんちゃうのこれ。とにかく止めてくるね。あ、うわ、めちゃくちゃ弱いわ。そういうことか。アホやん、ただの。あの状況で行かないとかありえないんすけど。はい。はい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 。まあまあ、だからまあ、6以上。5以上ぐらいでももう勝負でいけるって感じやな、こいつは。左3、これは無理。よし、カブ3枚引きのカブ、ゴチはっはー。これでもちょうど買って9500円か、1万円ぐらいまでなんか持っていくんかな。よし、一番気持ちいいですね、18。めちゃめちゃ気持ちいいな、これ。どんどん巻き上げていく。ちえちゃんの方が強かったぜ。よし、マジでこれすげえ引けてます。
多分完全な運ゲーやと思うんで、スロットのことを考えるにある程度運ゲーやと思うんで、結構今は引き3連続ぐらいめちゃくちゃいいですね。もう1枚夜、どんな引きよ、誰にも負けんぜ。よし行こう。旧大好きっ子さんです。チーズ、あかん、ここまでや。ムカつくわこいつ。3枚引きで買った顔しやがって。9999で行く、9で行く。よし来ると思った。くっ、ちょっと爪の段階でやっと見せてきましたね。向こうも引きが戻ってきたか。まずいぞまずいぞ、これは勝てんか。3枚引いて、よし、クソ弱え。あんなとこで引けへんやつは弱い。よし、うん、いい、いいね。いや、嫌ですね、こっちはね。ちょっと変えますか。に、にたこさん。あー、追い込んでからが厳しい。左でいきましょう。よし、ここまではな。オッケー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 、はよやれや、チンピラ。今日泡吹くまでやるぞ。左、4、くー勝てそうと思った自分がいた。勝てんちゃうんこいつやったらと、完膚なきまでに行かれました。左、はい、ストップ。久しぶりに7ですね。よし、ヘタレやからこれは勝てんねん。2、6、どっちでもいいですけど、左で1からの5、いけるでしょ。流れた。よし、4度目とかしょるからね、平気で。うわー、うっとしい。よし、おいちょでいきます。 OK、 さあ追い込んだぞ。最後はカブで決めたいな。4、いやもうこれほんま勝負したいですけど、もう一丁。あー流れた。勝負もね。オッケー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 、行こう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 。ああ、泣き、くそ。8、8、じゃあいただきます。 OK、最後の勝負になるのか。我らの最後の勝負となるだろう。最後の一枚となるだろう。左だ、ゴー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 、泣き泣きでの勝負。よし、オッケー。わしノーマネープアマンになってもだよ。クアマン、クアマンのプアマンよこれ。よーっしゃー。あん、もう誰もおらんくなったこれ。バトれるやつがもういないんですよね。これで次競馬に行くんかな。
バトれるやつがおらんっていうことがあるのよね。これで西萩駅から競馬に行くのかね。あ、かな、そんな感じがしますね。もうだっておらんもんね、今んとこ。これで前何しとるんじゃ。扇風機をどう使うかもよくわかんないですけど、これで移動するんちゃうの。これでどうするんやろな。違うか、違うっぽい。やれるやつを探したいっすね。いない、人がいないんですよ、もう完全に。どうしよう。可能性としてはどこや。やっぱ駅、お好み焼き屋、寿司屋、商店街、花井の家かな。やっぱお金はめっちゃ得たんやで。セリフがそんな変わらないんでね。これでトランプを買い取ってもらう、質屋で買い取ってもらうとかかな。で終わりみたいな、500円で買い取ってもらって終わりみたいな。売るトランプ、なんやねんこいつ、こいつなんやねん、全然あかんすわ。これを元手に100万にするんちゃうのか。ちょっとここからがちょっとよくわからないっす。駅が怪しいけどな。お金がないとあかんみたいなことを一回言いよったっすよね。どつく自動券売機、どついたら500円出てきよった。どついたら500円出てきた。わし競馬場行きたいんよ。往復400円です。どうも。来た。よし。競馬場来た。ちょっと待てよ。わし競馬わからんやんけ。まずいな。ゆりね連れてこなあかんぞ。ゆりねを連れてこなあかん。誰かおるで。これ少ないですけど、どうぞ400円。わし用事思い出したから行く。ゆりねを連れてくるために、ってことか。その400円をもう一回くれたってことか。了解。じゃあ次はゆりねさんを探して、そして競馬場へ行きます。